今回はとある DT ガニちゃんで出会った女性と、少し甘酸っぱく切ない体験をしたスレを紹介していくわよ。ニちゃんで出会った女の子と同棲してたことがあったスレの始まり始まり。20歳過ぎても童貞だった俺は焦っててさ、突発オフとか参加したりもしたんだけど特にいい出会いに巡り合うわけでもなく、日々を浪費しててさ、オフで出会ったおっさんとかにもまだ童貞で焦ってるんですよ、とか話したりしてた。ニちゃんでピー、クス狙うならその日暮らしとかはかどるぞ、と教えてもらう。今の時代でもはかどるのかしら？早速その日暮らしを見てちょっとびっくりする、止めてください、住むところに困っています、みたいなレスがいっぱいあった。で近場で困ってるやつを見つけたわけよ。満喫の個室番号が書いてあった。携帯ないので、満喫からレス、助けてくれるなら、ここに来てくださいみたいな。携帯持ってないのは相当大変よね。P、クス目的だったし男だったらシカとして漫画見ようっと、とか思いつつも一人暮らししててよかったとか考えてた。淡い期待、ワクワクしてた。満喫に入って部屋探す、女の子の靴が置いてあった。よっしゃーって叫びたくなった。思いつって部屋をノックする。金髪のビッチが何？って感じで顔出した。こんな女の子もニちゃん見てるのかよ、ってひるんでしまった。あのニちゃんのレス見て、緊張でうまく喋れなかったのを覚えてる。人を見た目で判断できないわね。あー、止めてくれるん？わざわざありがとう。ぶっちゃけここの支払いもお願いしたい。あとシャワー貸して。俺は唖然としちまった。初対面のやつに平気な顔して止まらせろ、金払えとか、とか思ったが素直に満喫のお支払いを済ませ単車で家に向かう。家行く前に飯を持ってあげるよ。そう言うとビッチは大喜びだった。どこでもいいっつうからファミレス連れてった。ファミレスで飯食いながら自己紹介する。ビッチの名前は、千夏、らしい。年齢確認しないと、と思って聞いたら免許を持ってた。原付は持ってるんだ、お19だよ。じゃあ家に行きますか。釣った俺に千夏はパフェをせがんだ。欲張りがあるの、千夏ちゃん。家に着くなり。うわ、汚い。とのありがたいお言葉。汚いけどはっきり言いすぎだよね。千夏はシャワーに入ってった。正直、千夏は汗臭かった。女の子って匂いじゃなく汗の匂いを香水でごまかしてるような。風呂入ってなかったんだなぁとか思った。リンスねえんだけど。風呂場から声が聞こえた。俺は単発だしリンスない。固形石鹸で体洗うし。露骨に嫌そうに。うわ、最悪、きつかった方がいいよ、身だしなみ。と軽い説教。ストレート発言の千夏ちゃん。風呂から千夏は全裸で出てきた。やるんでしょ？ピークス、ただで飯だの奢ってもらうのも悪いし。笑顔でそう言う？初めて見た母以外の異性の裸はとても綺麗だった。君もシャワー入ってきてよ、たくさんだっけ？裸に釘付けだったがそんな感じの言葉で我に返った。言われるがままシャワー浴びつつ、ギンギンなちまるこ見ながら。俺はこんなピークスがしたかったわけじゃねえよ。って自己嫌悪、とりあえず裸を置かずに風呂場でオナピーして賢者になった。ビッチはどういう展開を期待してたのかしらね。賢者はすごい、あれだけしたかったピークスが目の前あるのに紳士ぶった。まず服着るようにいい。俺はこんなピークスを望んでないと、童貞としてはシチュエーションにこだわりたいんだと、こんなこと続けて生きてきたのかと説教交じりにお話しした。ピークス目的で出会いを求めてたのではないのかしら？ファミレスでははぐらかしてた千夏はゆっくりと話し出した。両親離婚してて親父に引き取られた。親父の暴力にずっと耐えてた。中学卒業して家を出た。それからは高校も行かず近くのスナックで年齢偽って住み込みで働いてたらしい。18になってからはデリヘルのバイト掛け持ち。いろいろと辛くて逃げ出したくて逃げるように飛び出してホテルで生活してたけど金が底をついたらしい。千夏ちゃんの壮絶な過去が判明。正直、同情はするが俺は汚いと思った。偏見があった。風俗イコール汚い、末病、肉ピーキ、みたいに。話が終わった頃にはいい感じに寄ってきたし、寝てしまった。ベッドは千夏に使わせた。朝起きたら千夏はいなくなってた。やばい、財布を確認する。金がない。最悪の展開。警察に電話しなきゃ、状況説明どうしよう。あわわわわってなってたら、チャイムが鳴った。あーけいけい。一致の家はオートロックらしいわよ。袋いっぱい持った千夏が帰ってきた。洗剤だの、シャンプーだの、食料品だの。お掃除します。は？ってなった。人の金盗んで勝手に使ってお掃除とか、ここは説教の場面だと思い怒る。働いて返すから、ごめん。下出して謝るとか。働いて返す、働いて返すから、こいつ居座るつもりか。一致と千夏の同棲生活がスタート。手際よく掃除していく、カビだらけの浴室や尿石だらけのトイレ、布団干したり、ゴミまとめたり、歯ブラシやシャンプーが増えていた、女の子の匂いがした。ピークスせず止めてもらったの初めて。はいはい、俺もピークス狙ってましたよ、タイミング逃したけど。今からでもいいよ、する？末病怖いし、いいや。ちまる子大きくなってるのに。体は正直よねー。
部屋がすごく綺麗になった、長く住むなら布団買ってこなきゃなとか話してると、千夏は風俗情報誌を取り出してどこで働こうかなとか言い出してた。肉ピー一気を家に置いときたくはなかった俺は全力で否定した。過去はまあいい、いや、良くないが、しかしもう風俗はやめろ、俺が嫌だ、気持ち悪い、と。一緒にバイト探す、ああでもないこうでもない言いながら、居酒屋に決めた。次の日、俺は仕事、千夏は居酒屋の面接。朝起きると朝飯は千夏が作ってくれてた。鍵は千夏に渡しといた。今考えると不用心だわな。千夏ちゃんが悪い子じゃなくてよかったわね。仕事から帰ると、千夏は居酒屋明日から働けるってつってで迎えてくれた。千夏の作る飯は美味しい、と気づく。美味しいと言うと、千夏は笑った。なんか切ねえな。毎日何事もない日が続く。ピークスもキスすらもなく。仕事帰りに千夏の働く店によって飲む日が多くなったぐらい、居酒屋で働きながら掃除や洗濯とかは頑張ってくてる千夏に少し惹かれていたかもしれん。なかなかいいぞ。いいな何か切なくもある。ちょっと切なさが出てきたわね。ちいって呼ぶようになった。飲み屋の給料が入ったつって金を渡してきたがいらないつって返した。友達ができて働くだけだった生活が楽しくなって感謝してるからと、高校卒業して工場のラインで歯車のように働く俺はちいが来てくれて感謝していると。ちいはじゃあとりあえずこれで美容室行けつって、髪型指定した髪と一緒に金渡してきた。素直に感謝して美容室行く。帰ってきたらちいはすげえ喜んでた。もっさかったけどいい男になった。顔は悪くないんだから、これで彼女できるわ。って。今度、夏服買いに行くぞ。って言われた。一気大改造計画が始まったわね。俺の休みに合わせてバイト休んだちいと買い物行く。近所のイオンで服を買った。たまたまイオンで浴衣売ってるのを見つける。花火や夏祭り行ったことがないっていうちいに浴衣買ってあげた。一緒に浴衣着て花火見に行く。ちいの働く飲み屋に一人で結構通うから、他の店員さんとも仲良くなった。まきちゃん、可愛くて明るいいい子だった。まきちゃん可愛いよね。はぁ、惚れた？いや、別に。ああいうのが好みなのか、たくちゃん。いや違うって、可愛いよねって話。黒髪清楚系ねー、私もイメチェンするかなー。は？嘘だよ。なんだか涙が出てきそうだわ。飯食いながらこんな話をする、ピークスしたいと漠然と思ってた。ピークスしたら充実すると思ってた。でも童貞だけどそれなりに充実してんじゃん、と思った。飲み屋に飲みに行ったら、ちいがまきちゃんに。こいつ、まきちゃん目当てで通ってるらしいよ。とか言ったせいで酒増えた。俺なんで通ってたんだっけな、働きぶり見たかっただけだったはずなのに。連絡先教えてあげて。とかちいが言うから、まきちゃんはアドレスと番号を教えてくれた。ドキドキした。まきちゃんとどうよ？いや、別に、普通に。デート行ってこい。は？バシッと決めてこい。は、はぁ、切なくて泣きそう。私も切なくて泣きそう。今にも泣き出しそうな、スレミンたち。マキちゃんと水族館デートできることになって俺は浮かれた。好みの女の子とデートなんて人生で初だったし本当に喜んだ。服や香水を選んでもらったり、髪型セットしてもらったり眉毛の形整えたり、チーが全部やってくれた。大学に通ってるマキちゃんは教師を目指してた。子供好きなんですよ。って話す笑顔が綺麗で魚水にマキちゃん見てた。弁当作ってきてくれたマキちゃんに感謝して一緒に食べた。チー花にしてるんだろう、とか考えなかった。泣きそう通り越して吐きそう。ちいちゃんは一気を好きだったかも、なんか切ない。水族館行ってからマキちゃんから頻繁に連絡が来るようになっていた。向こうも気があるんじゃないの、とかちいがからかってくる。次のデートうまくいったらマキちゃんに告白しようかな、とか思った。好きって感覚がわからなかった。可愛いな、友達になりたいなって思ってた。ポカポカしてたかもしれない。マキちゃんと遊園地行った帰りに付き合ってくれませんか、と人生で初めて告白した。とうとうマキちゃんに告白。マキちゃんは即答で、はい、喜んで、つって居酒屋で見せる以上の笑顔をくれた。チーにうまくいったと電話した。よっしゃ、ケーキでお祝いしよう。二人でケーキむしゃむしゃ食って、で、付き合うって何すんだ、みたいな話した。ピークスやキスとか省いたら俺とチー付き合ってるってことになるじゃん、って俺は笑った。マキちゃんとは外でデートしてた。そりゃそうだ、俺の家にはチーが住んでる。デート終わり、マキちゃんが、部屋遊びに行きたい。とずっと避けてたセリフが出ちまった。マキちゃんには言えない、チーがすっぱだかで風呂から出てきたり、トイレ開けっぱなしでしてたり、一緒にモンハンしたりニちゃんしながら楽しく暮らしてることは言えない。その日は部屋が汚れてるからと一緒に帰った。部屋に戻ってチーに言う。部屋、汚そうか。鈍い俺でもチーが泣きそうな顔になってるのが分かった。チーちゃん、あいつが来て綺麗に掃除して、女の子の匂いがする部屋が、逆に汚くなっていく。カップラーメンのゴミだったり、乱雑に置かれた下着だったり、歯ブラシやコップ、シャンプーはカバンに詰め込んだ。チーの居場所が消えた。
満喫で時間潰してくるわ。つってでかいカバンでチーは出かけた。机に、頑張れよ、童貞。って書かれたチラシとゴムが置いてあった。俺はマキちゃんを、散らかっててごめんつって部屋に招待して、したくてしたくてたまらなかったピークスをした。普通にキスして、服脱がそうとしたら自分で脱ぐからって言われて、童貞なんだって言ったら申し訳なさそうに。私は初めてじゃなくてごめんね。って言われた。おヌーピーの方が気持ちいいかもなんて考えつつ腰振って、果てる。別に何も変わるわけじゃない日常がそこにあって、ピークスに何を求めてたのかわからなくなった。マキちゃんは次の日帰って言った。料理はチーノがうまいし掃除してくれないんだなぁとか、最低なことを考える自分に気づく。チーにメールしても帰ってこなかった。電話しても出ない、郵便受けがブルブル言ってるのに気づく、手紙と3万とイルコムが入ってた。3万は初っ端俺の財布から抜いた金額だった。手紙見なくてもなんとなく内容が想像できてみなかった。仕事は突発有給で休んだ、何もする気にならなかった。居酒屋に行くとマキちゃんはいたがチー入んない、連絡なく休んだらしい。俺は、マキちゃんに今までの話を全部話した。一致はマキちゃんに全てを打ち明ける。マキちゃんは泣きながら、別れたいと。隠し事されてたのが辛いからと言って去った。何もなかったというのが信じられないからと。信じられない人と一緒にいるのは辛いからと。マキちゃんに振られたことよりも、チーがいなくなった方が辛かった。免許の住所は大阪だったことしか覚えてないし、携帯持っていないのは間違いないだろうし、連絡先がわからない。何事もなく朝は来るし、俺は仕事に行った。童貞じゃなくなったし、思い出もいっぱいできたけど、結局、最初に戻りましたとさ。チー今、何やってんだろうなぁ、長々と付き合ってもらってありがとうございました。そしてスレミンたちは涙を流した。大事な人って失ってから気づいてしまうものよね。最初はお互いの目的のためだけに出会った二人だったけど、最終的には少し切ない展開になってしまったわね。イッチもちーちゃんも元気に過ごしていることを私は願っているわ。ということで今回はこれで終わりにするわね。おしまい。